やり込み。ポケモンリーグ、それはポケモントレーナーの最大の目標である。四天王と最強のチャンピオンを破り殿堂入りを目指す究極の試練なのだ。その試練に挑むのはレベル3プリン。マジで？リーグ初戦は氷ポケモン使いのカンナ。一人の相手につき 5,6 体のポケモンとバトルしなければならないのだ。そして1回目、レベル52のジュゴン登場。リーグ初戦、ところが早くもこのバトルが最大の修羅場となったのである。このやり込みの基本戦術は次の通り。まず歌うで相手を眠らせる。次に影分身、身代わりで攻撃に備える。その間に道具などで各能力を最大まで上げる。相手が目覚めたら歌う、分身が消えたら身代わりを繰り返す。体勢が整ったら攻撃補助の道具を使い攻撃。回復の道具は随時使用だ。しかしこの戦術には問題が。一撃。そう、レベルに差がありすぎ、一撃ヒットイコール負けなのだ。特に問題なのがバトルスタートの時。ほぼ確実に先制攻撃を受け、ヒットしたら負け、リトライとなる。対策として回避率を上げる光の粉を持っているが、攻撃回避は全くの運任せ。しかもカンナ戦では攻撃方法を独特に頼るので、攻撃に転じてからは眠らせることもできず、ギリギリの攻防となる。そのためジュゴン戦はリトライの嵐に。奇跡的に追い詰めても身代わりで分身を出すタイミングが難しい上に、攻撃を回避できずリトライ。そしてリトライが170回目に近づいた時、最初の攻撃を回避成功。歌うで眠らせる。素早く書く能力をアップ。そして独特で攻撃に転じる。この間神がかったように攻撃をかわし続けるプリン。その後も身代わりと回避がうまくはまり、独特効果で相手の体力を減らしていく。そしてついに167回目にしてジュゴン撃破。残り4体は上昇した能力で始まり有利なこともあり、見事に連覇。カンナ撃破についに成功する。2人目柴さんは攻撃を技マシンで覚えたサイコキネシスに変え、1体目イワークに手こずるも20回のリトライで撃破。3人目キクコさんは相性の良いゲンガーとの連戦が効き、なんと1回目で撃破。そして4人目ワタル、これも技マシンで覚えた攻撃吹雪を使いバトル。先方ギャラドスに苦戦するが12回目に撃破。ついにチャンピオン戦、難敵のピジョットをメロメロボディと吹雪で撃破。その後も波に乗り、まさかの一発撃破。そして殿堂入りおめでとう。君は最もど根性なポケモントレーナーだ。お見事。